準備は。ああ、まあな。ただ、想像以上にうるさい。来るのは初めてだったな。近いとこんな大きいのか。じきに故郷のように思える。平気だ。どうだかな。大長老のティルサ様を頼るといい。質問はあるか？本当に受け入れてくれる？だから言っただろう。異端児であっても試練に出られると掟にある。試練を通過した異端児は義勇兵となる、だったな。でも掟を重んじる人ばかりじゃない。信念を持て。部族はお前を認める。中では一体何をしてるんだ？人々が祝い宴をしている。見たことがないほどの大勢で、この母の源は特別だ。大長老がおわす場所であり、野良族の中心地、聖地の宝石だ。焦るな、じき好きになる。かつて私がそうだったように。最後に教えることはある？ない。自然から学べることは全て学んだ。自然じゃない、あなたから教わった。弓と槍があそこで役に立つかどうか。アーロイ、お前が長年望んだものは弓と槍でしか勝ち取れんぞ。真実だ。準備はできてる。数日で家に戻る？私は家には戻らん。ほら、取っておけ。お守りだ。まるでもう会えないみたいな言い方。嘘、やだ。お前は部族と共に。だが私は異端者だから。言っただろう、心配しなくていいって。こっそり会いに行く。掟を破るのは私で、あなたじゃない。話しかけなくてもいい。この私とのつながりは足かせとなる。頼むから、お前は部族と共に生きてくれ。孤独はもう十分味わったろう。孤独じゃなかった。お前のためだ。私は二度と会わぬよう姿を消す。これでお別れだな。いや、違う。足跡はたどれる。どこにいようと見つけるさ。今回は無理だ。いつだって見つけてやるさ。これを身につけて会いに行く。大いなる母の加護を、アーロイ。あなたも。ここから引き返すか、血を見るか、好きにしろ。さあさあ、どいて。道を開けて、その子を入れてあげなさい。母の源に歓迎しますよ。さあ、大丈夫です。皆あんなに無礼ではない。あなた、ティルサ。ええ、そうですよ。さあ、来なさい。この日を長いこと待っていたのですよ。あ、本当に？もちろん。ただすまないが、行かなくては。今夜は他にも来客がいます。え、何？別の部族、カージャの特使です。試練を見に来たのですが、ノラはカージャを嫌っている。カージャ？気にしないで大丈夫、後で話しましょう。さあさあ、祭りを楽しんで。あ、右の道を進めば、そなたに会いたがっている者がいますよ。でも知り合いなんていない。それはどうかしらね。後で話しましょう。
女神の御加護。どうなってるんだ。アロイだよね。名前間違ってないよな。お前がティルサの言ってたお友達か。誰なんだ。僕のことを覚えてないのか。まあ昔のことだからな。僕はテブ。機械の群れから助けてくれた時は僕より小さかったのに。あの時私が助けた。あのことは忘れない。君が試練に参加すればまた会えるかなって思ってた。見ての通り腕利き狩人にはなれなくて代わりに縫製士になったんだ。服や防具を作ってる。この日のために君の防具を作っておいたんだ。さあほら。いくらするんだ。金？たださ時間経ったけど助けてくれた俺だ。さあどうぞ。ほらその気になったら着ればいいよ。ああどうもありがとう。こんなの着るのは初めてだ。君のものだ。防具としてはこっちの方がいいだろう。前のよりは。全ての防具には長所があるんだ。もちろん短所もね。ごめんね引き止めちゃったかな。ティルサ様を探すのなら長老の館に行くといい。見ればすぐにわかる。外に怒った群衆がいる大きな木の建物だ。ティルサが他の部族から使いが来てるって言ってた。そう、みんなそれで怒ってる。カージャが久々に僕たちのこの聖なる地を訪れた。トマトが飛び交ってるんじゃないかな。それか石かも。槍じゃないといいけれど。どっちにしても頭上に注意。カルスト、ここで何してる。おいこら、初対面のふりするんだ。荒野では異端者と取引しちゃならないって掟だろ。覚えてるよ。話しかけてくれるなんて優しい。おい怒るなよ。明日の試練じゃお前を応援してんだぞ。お前が勝ったらあいつらどんな顔するだろうな。ほら最後に補充が必要だって言うなら何でも言ってくれ。それじゃあ始めるか。またなカルスト。頑張れよ。じきに試練の祝福を開始しよう。だがまずは客人の歓迎だ。我らはこの2年カージャと平和を保ってきた。今こそメリディアンとの絆を回復させる時。三王国の特使が来訪した。平和の旗印のもとに。何が平和だ。ここに三王の感謝の意を表明する。この感謝状は三王サバード様によって書かれ、信仰なき者め。おいおい天将様が果物を投げるな。ノランの皆さんやめてくれ。俺はオーステラン、カージャじゃない。はっきり言うが13代目の三王は殺人鬼だ。ほんとさ。暴君で怪物、俺の部族も同じように血祭りにあげられたんだ。姉貴だって捕虜にされたさ。カージャを憎んでいた。だがあの凶王はもう死んだ。2年前に殺したのは14代目。権力が欲しかったからじゃない。誰かが父親の残虐行為を止めなきゃと思ったからさ。そうだ。ここにいる哀れな妻子が伝えたいのは王からの謝罪。14代目直々の言葉だ。じゃあ頼む、耳を傾けてくれないか。どうも。三王の感謝の意を表明する。これは14代目天将様であられる現三王国君主アバード様のお言葉。あの頭のハゲが大長老ランサス未確認装置を探知よ。どういうこと。カージャを裁くのは僕じゃ。フォーカスをつけてる。私みたいに私以外でフォーカスをつけた人は初めて見た。どこでそれを。なんだノラがフォーカスつけてる。そんなのありえん。あんたの部族は遺跡に行くのを禁じてるだろう。みんなと一緒にするな。まあそうだろうな。
鉄の世界の遺跡に忍び込んだんなら。どうしたんだ。悪いな。ああ、こりゃ故障だ。オーリン、お前もう友達を作ったのか。悪い。すぐ戻る。待て。いや、ああ、後で話そう。行かないと。おいおい、思った以上に酔ってるみたいだな。それ、オーリンがつけているのと同じものだろ。そいつをつけるのが流行りなのか。あいつの名は、オーリンか。これを一体どこで。どうせまた身分の高い友人にたかっているだけだろう。異物を掘り起こしや酒か博打を打つ、そういう男さ。あの飾りも発掘したもんだろう。頭につける風変わりな宝石だ。ああ、悪気はない。あんたは似合ってる。オーリンについて他には。そんなに興味あるのか。ちょっと嫉妬するぜ。あいつは遺跡をうろついてガラクタを掘り起こしちゃ貴族に売ってるのさ。それ以外の時は偵察だ。遠征を案内してもらうにはうってつけの男だぞ。数年来の知り合いだが、誠実な仲間で家族思いで酒も強いいいやつさ。まあこれで全部かな。見たことのない防具だな。ヴァンガードの防具は初めてか。なら教えてやる。リングで固定、衝撃にも強い。ソートゥーストも十分張り合える。当然だろう。ヴァンガードは三王の精鋭、人間も機械も倒す最強の戦士だ。あんたみたいな野良族の戦士でも手に負えないかもしれんぞ。その重そうな防具で。それはない。そうか。俺が見たところ互角ってところだが。お友達は果物で値を上げそうだったが、よく収めたな。どうも自信はなかったけどな。野良族はまだ赤の動乱のことを忘れちゃいない。当然だが。他にも聞きたいんだが。そりゃいいが、あの儀式が終わった後の方がいいんだったらその時に話そうか。お前の言ってたことについて聞きたい。どうぞ。儀式に向かった方がいいな。だな。なあ、おせっかいかもしれないが、あんたはこんな田舎にいるべきじゃない。つまり賢くて、それに見るからに有能で、それになんていうか。ああ、何の話だ。おい、分かってるだろう。メリディアンに来るときは俺を訪ねろ。案内したり人を紹介してやる。新しい人生を送れるぞ。その時俺の姉貴も紹介してやる。俺よりもコネを持ってるしな。先代の三王に捕らえられて殺されたんじゃ。捕まりはしたが生贄にはなっていない。エルサはそう簡単に死なないからな。逃げ延びて今は全ヴァンガードの隊長だ。長い話だ。今度酒でも飲みながらな。それじゃあ俺もそろそろ儀式に向かっておくとするよ。じゃあまただよな。アーロイ、そなたの場所はそこです。祈りの灯火はそなたのもの。私が作りました。ふん、冒涜だ。姉妹よ、志願者よ、そなたらの前にあるその祈りの灯火は母が作りしもの。栄誉をたたえ火を灯すのだ。ロストに敬意を。彼のおかげでここにいる。大いなる母よ、聞き入れたまえ。母の祈りで空へ羽ばたく子は核の落とし、燃え盛る炎が天へと駆け上り、自由の風に託されよう。
遥か彼方へと消えゆくまで大空を旅せ、さればこそ母から若き声、情愛が永遠に綴られる。今年は浮ついた話をあんまり聞かないわ。去年は山ほどあったの。彼に話を聞かないと。